しばらく見ててくださいよ、これ。はい、全国の奥様、どうも、こんばんは、カズチャンネルのカズでございます。いやー、このチャンネルの視聴者さんはですね、やっぱ、料理するでございましょう。まあ、そんでですね、もう今年から、なんなら今月か。今月から新生活を始めるにあたって、そうそうでございますよ。コンロでございますね。まあ、そんでね、コンロはコンロでも IH とガスの両方ございますけれども、本日はですね、ガスコンロでございます。というのがですね、もう今ちょっと見えてるかな、これ。あ、はい、こちら多分2年ぐらい前に紹介したのかな。いや、多分今でもね、販売されてるすごい有名なものなんですけども、2年使ってみての感想、ほんでこのガスコンロで間違いないのかどうか、本日はレポートしたいなと思います。では早速本日も行ってみましょう。さあ、せーの、てれーん。はい、これがですね、丸2年ぐらい使い込んだ、ガスコンロでございます。ほぼ毎日ね、稼働しておりまして、2年間分の汚れなども詰まってる感じでございますね。ほんで、私と一緒でね、綺麗好きな方ね。あんま綺麗好きじゃないけど、私は。まずこっちの表面処理なんですけども、この上面自体はですね、一回これ取り外して、これが結構めんどくさいんだけどね、一回取り外して、こんな感じでね、汚れはね、汚れとか油汚れは取れやすいよね。そこら辺はすごい合格点でございますね。ほんで、これ自体はですね、まだそんなゴシゴシ洗ったこともないけど、これ2年でこれでございます。あんまね、ここら辺ゴシゴシ拭いたことないけど、どうだろうね。元が黒だからね、そこまでね、汚れが目立つようなもんでもないかとは思います。ただやっぱですね、IH と比べるとちょっとね、掃除はね、やりづらい感はございます。そんでですね、よく使ってから分かったんですけど、火つきますよね。ほんでね、結構火力強い方で、こんな感じで置いてもね、結構すぐ目にね、温まるんですよ。ただね、これしばらく、この火力が強い状態で置いておくとね、基本的にテフロン加工とかしてるやつは、上のテフロンがね、なくなってしまうんですよ。燃えてしまうんです。ただね、これ便利なのはね、しばらく見ててくださいよ、これ。そろそろ来るかなぁ。あー、来た。はい。はい、こちらですね、熱くなりすぎると自動でね、火を調節するっていうか、すごく弱めてくれるんでございます。ほんで何もなくなったら今また強くなったね。ほんでこれ熱くなりすぎるとまた止まるといった感じ。いや、この機能はですね、実はね、結構便利でございまして、視聴者の皆さんもね、結構すぐ鍋ダメにしてまう人いるでしょ。それ基本はね、高温が原因でございます。ただでございますね。これは聞いても全てにおいて万能ではないらしくて、一つだけね、これフライパン、同じティファールのやつなんですけど、昔これ1台ダメにしてしまって、もうこれ見てわかりますよね。なんか違いが。真ん中の赤いのがね、なんかすごい黒ずんだ。すごいね、これ、このセーフ機能はね、すごく助かるけど、たまにダメにしてしまうみたいな、そこら辺ご注意くださいませ。それでこれガス台でありながら、タイマー機能も使えるわけで、ここら辺今ちょっと火つけておいてさ。ほんで、ここ押すとさ、ほら、こんな感じで。こんな感じで使うの。これたまに使うんですけども、今現在、2年経ってもまだこちらの方も現役でございます。結構電池持ちはいい感じはいたしますね。そんで最後にですね、こちらのグリルでございます。今朝もですね、ちょっと魚を焼いて、網もちょこちょこっと洗ったんですけども、こんな感じでございますね。汚れます。ほんでですね、何人もよりも、これ均一に焼けるっていうことなんです。これ、上下から炎が出るんですよ。ただね、ここの焦げ付きとかを見てわかるように、やっぱ火力に若干ムラがございまして、こっち両端の方がね、火に近い分、すごく焦げやすいといった感じになります。ただ、昔のと比べると少しはマシなのかもしれませんね。それもね、味わいとして私の方は見ております。よく焦がしたいときは、端側に置いて、じんわりやりたいときは中央ら辺に置くのがポイント。ほんでね、どうなんだろう。ここのガラス面これがね、分解しないとダメなのかな。ここだけはね、結構、薄く汚れるような感じになりますね。はい、ですね、本日はこんな感じだったんですけれども、いかがだったでしょうか。これですね、買った動機は、Amazon ですごく評価が良かったからなんですけども、誠にですね、すごくいいものでございました。ただですね、先ほどあった、火力のね、調整なんですけども、鍋によってはね、すぐ反応しちゃうことがあって、もっと火力強くしたいのになって時はね、ここなんか長押しで、解除することはできるんですけども、なんかね、めんどかったりするんだよね。だからこのね、新機能も良し悪しでございます。
ただですね、このこういったガスコンロの中ではかなりですねいいものだとは思いますので、まあこれからの新生活ですね、もしねそのアパートがガス式で、なんかまあ今ガス式持ってないんだよなーっていう時はですね、ぜひご参考に、今回のやつ見てみてください。ほんでですね、購入ページリンク下の概要欄の方に貼り付けておきますけども、そちらのレビュー欄とかも参考になるかとは思います。本日はこんなところでですね、ガスコンロ2年使用レポートでございました。